はいどうもこんばんは今日はねこれテスロングというところのファイバースコープカメラねこれご紹介したいと思いますファイバースコープカメラってねどういうものかっていうと大きく分けてこのモニターがついている本体と本体からつながるこういうヘ蛇みたいなちょっとくねくねしたカメラがついているというねそういうものになります人が入っていけないような狭い奥底のところにこのカメラを進めてって 中を確認するとかね写真撮ったりとか動画を撮影したりとかねそんな感じの使い方ができるカメラになってますこれまでね僕はいろいろなファイバースコープカメラを使ってきたんですけどこれねちょっと今までにないようなね面白い機能があるのでそれも含めて今日はねこのファイバースコープカメラがどんな感じのことができてどういう機能があるのかってことについてお話したいと思います。はい箱を開けるとこんな感じの 専用のハードケースが付いてますチャックを開けるとはいこんな感じで入ってますこれが本体で本体にはモニターが付いて操作パネルが付いてますで、本体からはそのままちょっとくねくねするような形のヘビのようなね細長いカメラが付いてますで、これ一体型のものになってます充電は Type-AC ケーブルが付いているので Type-C で充電するタイプになってます 付属品としては、えー、こういういい説明書がついてますね。このカメラの使い方自体はねそれほど難しくはないですけどこういう日本語の説明書がちゃんとついているというのも安心なポイントだと思います。これはなんか壊れた時の連絡先みたいな感じなのかなうんそんな感じのメーカーの連絡先みたいなのもついてます。本体がこんな感じになっててここになんか何やら怪しい操作パネルがついてますね。これがね このファイバースコープカメラは、まあ、味噌というか肝なところなんですけど、これは後で紹介します。外観としてはね、通常のファイバースコープカメラと同じような感じです。本体があって、これはもうね、ケーブルが一体型になってますね。なのでこのまま使うような形になります。この線っていうかね、このくねくねするケーブル自体が結構長いものが多かったんですけど、これはね、そこまでは長くないですね。 まあ結局はねあのいくら長くてもねこう手元でコントロールできるわけじゃないので、まあ、自分の手の届く範囲プラスアルファぐらいの長さ、ね、があればまあ十分なんですよね実際にはコントロールしやすいのはこのぐらいの長さだと思います横にね充電ポートですかねこれ開けると、はい、こんな感じのものが入ってますこれ SD カードと、えー、充電ポートついてますね リセットボタンっていうのがついてます。これ何かあった時にリセットするのかなまあ通常は使わないと思います。通常はこっち側で充電して、これはあの SD カードがすでにセットされているので、動画と写真が撮れるので、両方この SD カードに、ね、記録されると。そんな感じになってますね。あとは操作パネルがここについてると。あと裏にね、ここにね、トリガーボタンがついてます。これはね 写真を撮影したりとか動画を録画するっていうねそのボタンになりますなので、まあ、カメラを操作しながら人差し指がここにに当たるようになってるんですねなので写真撮りたいところでこうカチッカチッとやることでこのカメラの先端ですねカメラの先端から写真を撮ることができるとこのファイバースコップカメラ一番のね売りというか一番僕がびっくりした点でもあるんですけどそれはねこれなんですねこのレバー。 このレバーを上下するとどうなるかっていうとちょっと今上下しますよちょっと見てね。この先端ねカメラの先端見ててくださいはい <laughs> こうなりますこうなりますこれ面白いですよね物理的にこれが動かせるんですよね一番下までレバーを持ってくるとこのぐらい向きます、まあ、160度ぐらいですかね で反対に上まで持ってくると逆向きになります。可動範囲的にはこのぐらいの範囲になります。これの利点としてはこういう感じで動きながらカメラがどっちを向こうとしているのかっていうのがわかるっていうことですよね。はい、これが最大の利点じゃないかなと思います。僕はね過去に紹介してきたカメラっていうのはこの先端にこっち向きのカメラと こっち向きのカメラっていうのは2つ付いてたりして手元でねこう1と2って切り替えたりしてカメラの表示する向きっていうのを切り替えるみたいなそんな感じのカメラもあったんですけどそれだとね今ねどっちのカメラがどっちを写してるのかっていうのがねちょっといまいち分かりにくいっていうのがあったんですよねあくまでもこのカメラっていうのはここでね目視で見ながら操作するわけじゃなくてこの先端が目になってるんですよねっていうところで進んでいくので カメラを切り替えてもいまいちねどっち向いてんのかっていうのが分かりにくかったっていうのがあるんですよねなんですけどこういうふうに、ね、物理的に動いてくれるとこう動きながらねどっち向きに動いてるのかっていうのが把握できるんですよねこの画面を通じてねなのでカメラがどっちを向こうとしているのかが分かりやすいとそういった利点があると思いますこの電源のボタン長押しします 先端に LED が付いてて暗い中でも視認ができるようになってます。で、この LED っていうのはこっち側のね、このボタンで4段階に変えることができます。最初はこの一番明るいモードで、えー、次もう一回明るいモード、でもう一段低いモードと、えー、消すと、はいそんな感じの切り替えができるようになってます。まあ、非常にわかりやすいですね。この先端にカメラ付いてて、えー、それを写すことができて、それの写真と動画を撮ることができます。 で切り替えはね、この M ボタン、モードボタンですね。このモードボタンを押すことで、今写真モードになってます。こっち側の左上にカメラマークがついてます。今カメラのマークになってます。でこのモードボタンを押すことで、これビデオカメラのマークに変わりました。でこれで動画モードですね。さっきの写真モード、今回のこれは動画モードになります。でもう一回押すことで、今ノーファイルって出てるんですけど、撮影した データっていうのがここで見られるようになります。今何も取ってないのでノーファイルになってます。もう一回押すことで、また写真モードに切り替わると。こういう形になってます。写真動画、えー、中身ファイル確認と、はい、そんな感じになってます。これがモードボタンですね。で、こっちがね。歯車マークを押すことで設定に入ることができます。で、設定っていうのが今ね。これ初期設定ではこれ英語になってるんですよね。で、この真ん中の？ こ,こ、ね、ランゲージセッティングっていうのがあるのでこれ OK を押すといろいろな言葉を変えることができます。で今はちょっと日本語にしましょうか。日本語のとこで OK を押します、はい。するとこれすごく分かりやすいですね。日本語のメニューに切り替わります。まあ、解像度は基本的にはフル HD1920×1080 ですね。 でもう一個下のモードにすることもできます。でもまあ通常使うんであればこれでいいと思います。デフォルトのまんまですね。で言語設定とあと温度単位ね。えっ、ー、と今これね歌詞になってるので日本の場合はこっちですね。摂氏に変えます。はいこれに変えます。で日付表示は。 これはまあ日付を入れた場合ですねオンオフが選べるようになってますまあ動画とか写真に日付を入れることができるんだと思いますで僕はオフにしておきますねオーディオレコーダーっていうのはこれは音声を記録するかどうかですねこれはオンにしておきますでサウンドもオンにしておきます日付設定っていうのがこれ初期設定では日付がバラバラになっているので これ日付を設定して使うと。で、パワーオフはこれ自動的にオフするかどうかっていうことですね。で、フォーマットはこれ SD カードのフォーマットです。で、リセットはこの本体の設定のリ,リセットですね。で、メモリっていうのは現在の容量と全ての容量。まあ今これデフォルトで 32GB のカードが入っているので、全てで 32GB になっていると。はい。あとはバージョン。 まあメニューとととししてははそんななに難いいいことはないと思います。今ねこの上の撮影カメラを映してるんですけどこれ押すことに1.3倍でもう一回押すと1.5倍という風に切り替えることができますでもう一回押すと普通に戻れますこんな感じで、えー、微妙に拡大することができるのでもう少し大きくしたいなとかねそんな感じの時にこうやって押すと拡大することができますねさっきのトリガーボタンね こっち側の本体の上にトリガーボタンがあるんですけど例えば今カメラモードになっている状態でトリガーボタン一回押しますはいそれでカシャッと音が鳴るんですけどこれで見てみるとはいこれでもう今今撮影したデータが JPEG として残されているとこれは動画も同じですね動画モードを押してトリガーボタンを押すとこんな感じで録画が始まります これ録画っていうのは音声と映像の記録をしていると。動きをつけてあげると、こういうものが記録されると。もう一回押すことで、はい、録画ストップします。で、中を見てみると、今撮影した動画はこれですね。で、これを再生することもできると。ままこんな感じ。ていとはい、こんな感じで動画の再生ができます。 で今僕が喋ってたこともきちっと音声として記録されてるので通常の、ね、カメラと同じような感じで、まあ、もちろんねあのめちゃくちゃ高画質でものすごくいい音で撮影っていうのは不可能だと思うんですけどある程度の音と、ね、映像はきちっと確認できるレベルで、えー、撮れるとそんな感じになってますちなみにこの椅子の下をね見てみるとこんな感じね今これ 画面で言うと上が床になっちゃってるので、えー、反転させます反転させるとこんな感じで下が床で上が椅子の上壁みたいな感じねそんな感じに見えるので、えー、これで進みやすいですねうん途中でちょっとこう角度を自分でひねってあげてま、えー、っすぐにしてあげるとでここで椅子の上を見たいとかねこっちですねこっちに上げることではいこんな感じで ちょっと今ドアップで分かりにくいと思うんですけどこのこの椅子のねこっちが上の壁を見てますはいこんな感じで確認することができます結構これ近くのドアップで撮ってますけどこんな感じでかなり鮮明に映ってますねこれなかなか面白いですよねカメラの上向けたい時に今これ間違うとこ下向けちゃう床向いちゃうんですけど反対に持っていくと上向けることができるんですけど これもね結局はカメラが動いてくこういうね動いてく軌跡がこの画面上で確認できるのでカメラは今どっち向けているのかっていうのがわかるんですよねこれがポイントなんですよでこれがすごくこのカメラの使いやすいところだと思います僕は今目視でこの中を見てるわけじゃなくてこのカメラのモニターだけでしか確認できてないんですけどそういう時でもこうカメラ動かしながらこういう こういうい手のひねりでねでカメラの角度っていうのをまなるべくまっすぐに保った状態であとはこのレバーで持って上を向いたり下を向いたりねこういう感じの操作ができるとこれ非常に分かりやすくていいですよねどっち向きたいのかがすごく分かりやすいでこのレバーもねそんなに硬くないです軽くスーッて倒すだけでカメラがぐにゃって曲がってくれます例えばこれ 僕のこれパソコンなんですけどこれメインパソコンのこれスチールラック使ってパソコン浮かせてるんですけどこの下ねここが隙間あって中が入れるようになってるんですけど例えばこの奥を確認したいというねそういう設定で見てみたいと思いますそういう時にまたこのカメラねこのカメラをそのままこんな感じで床の中を這わせていくことでこの下を見ることができますで例えばこここれをこのままこうね 奥に進めていってこうですねで奥に進めてった先で例えば上を見たいよっていう時にねレーバーをこうすることではいこんな感じで裏を見ることができますでこのままね裏を見ながらこう奥に進んでいくってこともできますもちろんねこのままだとどう,どうなってるのかわからないので一回カメラを前へ戻して 角度をまたちょっとね、調整しながら、ちょっとホコリが汚くてすみません。こんな感じで奥に進んでいくと。で、奥に進んだ先で、上を見るとね、はい、こんな感じになってて、はい、パソコンの今、下回りが見えてますね。はい、こんな感じです。ちょっとね、パソコンの下回り、ホコリが保ってて汚いですね。 はい、そんな感じの確認ができますああいう普段は見れないような隙間を入っってってててて覗いてみるっているうのもなかなかか楽しいですよね例えば排水溝とかね壁とタンスの普段は入っていけないような隙間とかね、えー、エンジンルームの中とかねそういう感じの目視で確認したいんだけど中に入っていけないみたいなねそういう時とか写真撮りたいとかね 動画撮りたいとかそんな感じの時にも画質的にも全く問題なく使えるカメラだと思います。でこれよく質問でいただくことなので実測で測っておきたいと思いますカメラのこの直径ですねカメラの直径はまあ実測で8 4ミリぐらいですねこのケーブル自体は7 6ミリとか7 8ミリぐらい7 8ミリぐらいの感じですね このカメラのケーブル長に関してはメーータ50ぐらいでしたそのぐらいのね長さのところで確認したいような部分があるとかね細い部分ちょっと入ってってみたいとかねそういう感じの用途には非常に使えるものだと思いました撮影の合間に結構使い込んでるんですけどバッテリーが全然減る気配がないっていうのもなかなか驚きですねなので一回充電しとけばかなりの期間ね長く使えるものだと思います はいといいととううことで、でかか。がだったでしょうか今日はねこれこんな感じで動かせるねこれファイバースコープカメラね面白いガジェットですよねこれをご紹介してみましたこのチャンネルではこんな感じでね、えー、今日ファイバースコープカメラご紹介してみましたけどこれからどんどんね他にも面白いデジタルガジェットなんかを紹介してきますので興味のある方は是非ねチャンネル登録もよろしくお願いしますそれではまたお願いします